はい、今回は、名人戦リーグの1局から、河野臨九段対、村川大輔十段の1局を紹介したいと思います。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。河野さんが、0勝1敗、村川大輔さんが0勝1敗と、はい、1敗同士の対決ですね。はい、対決でした。はい、またこの席もね、たまに見られるようになってきましたね。はい、ここで3-3ですね。前まではこうかかってたんですけどね。はい、まあ、3-3もすごく流行していまして、今では3-3が、はい、一番ね、最初に考える手になりましたね。ここでつけてきましたね。これは何かハサミとか反発したいところですね。ああ、ハサミつけで打たれましたね。まあ、第1巻はこちら2つ目ですね。こう、まあこれは引いといて、この戦いはちょっとね、白、苦しく見えるんですけど、どういうことなんでしょうかね。これを誘ってこういうとこつけたりするんでしょうか。ちょっとね、どういう作戦だったのか、聞いてみたいところですけど、まあハサミつけて打たれましたね。まあ、ちなみにここは、このように受けてしまうのは、まあ、このぐらい打たれてもね、ちょっとこの形が凝り型なので、これは避けたいんですよね。これだけはしてはいけない形なので、何か反発を考えますよね。この交換がちょっと損に見えるんですけどね。白は はい、まあこのように打ちまして、また3-3ですね。まあ、例えばですね、かかりとかが、かかりとかですと、最近ではね、このように地に辛くね、打たれることがありますんで、そういうのを嫌ってますよね。3-3に入るっていうのはね。はい はい、この抑えがいいところなので、例えばね、もう1本張ってから3-3っていうのも考えられたと思うんですけどね。これだと白もね、このような打ち方はできないわけですよね。先ほどと効かないですからね。これだとまた白の、まあ、打つ手が変わってきてますね。はい、これだと結構抑えて、まあ、幅もいいですね。ああ、下がり。ここ、羽継ぎがね、先手で打たれるのもたまらないとこなので、まあ、羽継ぎもあるかなっていうとこですけど、そうですね。例えば、まあ、また同じように、このように打つのが予想されますかね。まあ、こう下がったのはね、この打ち込んだ時にも、結構援軍になってますんで、はい、そういう意味もありますね。はい、ここは力強いですね。はい 結構白の方が攻められてる状況でしょうか。ちょっとね、白の形が、辛く見えますね。まあ、黒はね、死ぬ石ではないですし、
まあ、生きればね、まあ、ここの白地を荒らして、中央もここね、頭出してますし、そんなに中央はね、まとまらない感じがしますので、はい、まあ、優勢なんじゃないでしょうかね。この辺りはちょっと白、苦しいと見てますね。はい、切ったっていうのは。まあ、つないでいれば別に、まあ、何もないんですけど、どうするんでしょうかね。例えば、この辺り、ケイマとかしていても、ちょっとね、この模様だけじゃね、勝てないでしょうね。まあ、勝負手気味に、こう打ったと思います。絞りは甘んじて、切ってね、これは堂々のしのぎに見えますね。まあ、一応攻め合いなんですけど、これは攻め合いがね、勝てないでしょうね。はい、ここは目ができませんので、まあ、例えばこんな感じで 目がないですよね。まあ、ちなみにやってみますと、まあ、あれですね、隻になっても、仮にね、先になってもまずい。これはこの甲突きの先みたいな格好でしょうか。はい、これはね、甲突きの先みたいな格好ですので、まあ大体ダメですね。仮に先になったとしても、ちょっとね、勝てないと思いますので。まあ、投了も仕方なかったっていうところでしょうか。はい、そうですね。まあ、河野さんはね、棋聖戦のね、第3局の前に、勝つことができてね、よかったんじゃないでしょうか。はい、じゃあこんなところで、この碁は終わりにしたいと思います。はい、じゃあそれでは、失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。